はい、こんにちは、アントニオロトシャッターです。いつもどうもありがとうございます。本日はお客様から、商品の問い合わせのご連絡をいただきまして、それに対して回答させていただいたんですけれども、ひょっとしたら他のお客様も同じようなことを感じているかなと思いまして、それで、今回ですね、そのお話を踏まえて、僕の方から改めて、お問い合わせに対してお客様にお伝えしたいことがあり、動画の配信させていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。でですね、お客様からご質問いただいたのがですね、コリーナの BDU ジャケット、鉄文字コットンの BDU ジャケットのご質問を受けました。はい、でその質問の内容はですね、BDU ジャケットのサイズ感は L サイズがおすすめでしょうか。まあ、なんか身長と体重載せていただいてるんですけども。であと YouTube だと生地に厚みがあるように見えますが、着用シーズンは冬場に限定されたイメージでしょうか、まあ、他、着回しのしやすさなどおすすめポイントがあれば教えていただけると幸いですということで、あと他の商品に関してもあとこちらの商品も教えてくださいということでご質問を受けまして、商品説明というかまあ、ご質問に対して、お答えさせていただいたんですね。そしたら非常にご丁寧にご連絡いただきまして、まあ、その中でですね、ちょっと僕気になった点がありまして、まあ、ご質問し答えていただきありがとうございましたというようなことで、まあ、すでに YouTube で商品紹介されているにもかかわらず、重ねてのご質問をしてしまい失礼しましたということで、まあ、ちょっとこうメッセージがあったんですね。まあ、その他にもいろいろと書いてくださってご連絡くださったんですけども、でこの、重ねて質問してしまい失礼いたしましたということに関してなんですが、基本的にはですね、これ何回でも質問してくださいっていうのも、YouTube ですとかInstagram なので僕が商品紹介の情報発信というか、まあ、説明も発信させていただいてるんですけれども、お客様が感じている疑問点と僕が発信した情報がお客様自身で紐付けすることってちょっと難しい場合ってあると思うんですね。例えばシンプルに、例えば生地が厚いとか薄いとか重いとか軽いとかっていうことに関して、例えば重いです、軽いです、薄いです、厚いですっていうすでに情報発信しているものに関してお客様がそれを見ていただいて、で、あ、じゃあ、厚いんだなとか薄いんだなっていうのは、まあ、なんかストレートにそういうのって分かると思うんです。まあ、さらに一歩いけば、いや軽いと言ってもどのぐらい軽いのとか、薄いと言っても厚いと言ってもどれぐらい厚いのかっていう疑問点もあると思うんで、まあ、それに関してはご質問していただいて、軽いと書いてありましたがどれぐらい軽いんでしょうかとか、重いと書いてありましたがどれだけ重い、薄い、厚いんでしょうかっていう質問をしていただいても全然構わないんですけれども、いずれにしても発信してるからといってもうそこでもう質問は一切 NG です。動画に流してますからとか、SNS で流してますので、また同じこと聞かないでくださいということは基本的にはないです。はい、で先ほど最初の方にも言いましたけども、お客様が持ってる疑問点と僕が発信している情報っていうものをお客様自身が紐付けする作業っていうのがなかなかピンとこない場合っていうのがあると思いますので、そういう時は遠慮なくご質問していただければと思うんですね。で、まあ、最終的にはですね、この生地に厚みがあるように見えますけども、着用シーズンは冬場に限定されるイメージでしょうかということで、まあ、質問がありましたから、鉄麦コットンという生地に関して、例えば糸とか、でそれで作られた生地はっていう説明をさせていただいたので、まあ、結局それが YouTube で流している情報だったりとか SNS で流している情報だったりとかはしたんですけれども、だからお客様の質問と紐付けしてくださいねっていうのは難しいと思って、で結果的には流しているものの、お客様の質問って多分100個200個ってあると思うんですね。一つのものに対して100個200個300、人それぞれあると思うんですよね。だけど最終的に答えられる回答って1つだったり2つだったりとかするんですけれども、その100個200個の事例に1つの回答に集まるっていうのはやはりなかなかちょっと、まあ、難しいと思うので、ですから
結局は質問していただいたことに対してここに行き着くんですけれども、行き着くことがほとんどなんですけれども、ここの一つ一つの枝分かれしている葉っぱの部分の質問に関してはお客様自身の方では遠慮していただかなくて結構ですので、もう分からなかったらもう何でも質問してください、はい、オンラインストアでもオンラインストアの連絡のところかな、お問い合わせ欄があると思うんですけど、あるんですけども、そこからでもいいですし、インスタグラムの、ダイレクトメッセージからでも全然構わないです。あとは LINE とかでもいいですし、いずれにしてもこのような形でお客様からちょっとご質問いただいた、ご質問というか、やり取りがあったものですから、それで他のお客様もひょっとしたらちょっと遠慮してるとか、これって自分が持ってる疑問とこの発信してることって一緒かもしれないから、なんか聞くのちょっと悪いなみたいな感じがもしあるとしたら、それは遠慮なく、ご質問していただいて構いませんということのお話でした。ということで、答えられる限り以上のことは、僕の方で、なるべくお客様が納得して、いただけるまではちょっと説明させていただきたいと思いますので、何度でも聞いていただいて構いません、はい、ということで、今回はそのお客様に対して改めてのお話でした。それとですね、あと質問、何名からあったんですけど、現在タックスフリーやってますということで、その理由に関しましては概要欄の方に YouTube の貼っておきますので、それ見ていただければと思うんですけど、タックスフリーいつまでですかっていうことを聞かれるんですけれども、今のところですね、決めてないです。で、そろそろ、割とこう開始してから5月25日から開始してから約10日ぐらい経ってるんですけども、結構お客様来ていただいて、割 お顔が確認できる方とか、あと通販の方でいつもこう名前を拝見するお客様の方からご注文いただいて、大体結構来てくださってお世話になったお客様、日頃お世話になっているお客様からご飯いただいてるなっていうのがちょっと見えてきたので、それでもまだもうちょっとやろうかなと思ってますので、特にまだ決めてないかな。今月内では一旦終了しようと思って、今月いっぱいまではいかないかもしれないですけども、また決めたら今回のタックスフリーもパンと決めたものですから、終了するのもパンと決めたいと思ってますので、はい、ということで、それに関してもまた改めて、報告というかお知らせいたします、はい、ということで、この2つですね、はい、ということで、引き続き札幌アントニオロッキョスターどうぞよろしくお願いします、はい、いつもどうもありがとうございます、はい。